皆様こんにちは。岐阜大学抗酸化研究部門の犬伏春彦です。今日のテーマはこちらです。実はちょうどその研究を私始めたところでございまして、マッサージとかエステとは言われましたが、例えば筋肉が凝るという現象が起こります。で、筋肉が肩、例えば肩が凝って凝り玉ができているとかっていうようなことがあるんですが、皆さんあれは、乳酸が溜まっているというふうに、考えているようなんですが、実はあれ乳酸ではなくって、どうも酸化ストレス物質だということが分かってきました。そして、適切なマッサージというか指圧というかね、を方法するをやるとですね、非常に早い時間で、この凝り玉が消えるという現象を見つけまして、人で血液検査をしましたら、そういう手術を受けたら酸化ストレスがどんどん下がっていっているというデータが出ました。ですから、適切なマッサージ、エステというかね、そういうものを受けるのは体の酸化ストレスを下げるのには有効だというふうに考えています。本日の動画はここまでです。岐阜大学抗酸化研究部門では抗酸化研究を知っていただくために YouTube での動画配信を行っています。抗酸化研究に関わる質問も受け付けていますので、気軽にコメントをください。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。